はい、皆さんこんにちは、マンダルグループ氏です。では今回は維新の嵐、幕末志士伝、土方歳三物語、続きをやっていきたいと思います。一通りですね、まあ裏で町は回ってみました。ただ町を回るとですね、行動力消耗してしまうので、まあリハーサルっていう意味で、確認をしただけで、時間は全く進めてませんので、前回の終わりから続きをプレイしていきたいと思います。まずは、そうだな、人を探すとかで、この辺りにいる人が一応見れるんですよね。ご覧のように。例えば、老中板倉。さらに、幕臣誰それ。大村益次郎とかもいますね。いるのかいないのかわからないですけど、ちょっと探してみましょうか。お、大村益次郎見つけた。マジか。しかも路上で見つけるっていう、このすごいミラクルなタイミング。まあ、せっかくなんで、面会を申し込みましょう。どちら様ですか？まあ、特に何かしら言いたいことがあるということではないんですが、まあ、せっかくなんでね、情報をまず聞きましょう。何もない。語り合うこともないと言われるな。砂漠派の人と語り合うことはない。これ、そう言われちゃってますけど、結局、この時点、つまり新選組を結成する前から、実際の問題ですね。土方は砂漠派だったのかどうかっていうので、ちょっと知りたいかなとは思いますね。まあ、新選組という組織の中にあってはもう砂漠派以外はありえない状況だと思うんですけど、この時点ではどうだったのかっていうので、とても気になります。では、地区に移動して、再び、せっかくなんで、高島砲術所で勉学を行っていきましょう。さて、ここですね。高島砲術所。ここで勉強して行動力使っていきます。どうもね、これ、どれくらい能力が上がるかはランダムのようなんですけど、まあ、特に、何かすごい目的を達成したいというわけではないので、リセットとかはせずにね、そのまま進めていきたいと思います。ランダムで上がるこの数字が低いと、リセットして、やり直すと、数字が変わって、パラメータの伸びが良くなるとかってね、そういうこともあるようなんですけども、ここはですね、そういったことはせずに、得意のタイムリープは控えめにしたいと思います。では、一度司令官の方に戻りましょう。まあ、とにかく勉強と、あとは、司令官で、剣術をね、しっかり学んで、鬼の副長として君臨するための素養を身につけておきたいと思います。まあ、あとは、まあ、土方の場合、あんまり、まあ、説得を行って、尊王攘夷派、まあ、というか、まあ、尊王派をね、砂漠派に、まあ、寝返ってもらうっていうような、そういう工作はあまりないようなんですけども、まあ、それでもね、手持ちの論戦で使えるカード、これは持っておきたいので、見識は広めておきたい。顔は広くしておきたいっていうのがね、あります。で、一定のですね、武力、武術を高めると、商談試験があるようなんで、これもね、しっかりこなしていって、まあ、鬼の副長土方が剣術が弱いっていうのでは、まあ、ちょっと示しがつかない部分もありますからね。で、京都で事件。ババーンとなってますけど。幕末は本当に弱いんでね。ちょっと、どんな事件がこの4月22日、23日に起きたのかっていうのが、全く出てこないんですけど。まあでも、薩摩軍がね、兵を連れて、まあ、上洛するとか、禁門の変とか、長州のね、禁門の変とかも、そういう、教科書レベルの内容はわかります。では、学問の修行もしておきましょう。司令官で、高島砲術所で能力が向上するまで続けて修行を行える。あ、これは便利ですね。わざわざ、高島砲術所まで行かなくていいというのは嬉しい。一度やっちゃいましょう。あと、お金も30しかないんで、
このお金30では少し話にならないので、働きに出てね、お金も貯めておきましょう。土方は豪農の出身だということのようなので、お金にあんまり困ってるイメージはないんで、実家からね、お金を送ってほしいところなんですけど。お、山並さんだな。これは山並さんでいいんですよね。読み方。同じくね、区長を務めた、初期のね、新選組の中の幹部ですね。議論などすることはあるのですかな。僕はね、結構議論は好きな方です。どちらかというと。議論する友達はあんまりいないんですけど、個人的には議論は好きです。なので、少しはする。議論がね、結構好きなんですよ。まあ、気の合わない人たちとね、議論するっていうのはあまり気が進まないんですけど、まあでもね、仕事上どうしてもそういうことが必要になってくることはありますからね。で、宿舎や判定、居酒屋などで情報を集めて、見識を広め、情報を多く持っている方が、まあ、議論をする上では有利ですからね。ネタが多いという意味では。まあ、このあたりは、このゲームの流れに沿ってプレイの方をしていきたいと思います。はい。そしたらですね、大きさ掃除から、まあ、ちょっとね、人に会った方がいいですよと、こういう忠告を今受けましたので、せっかくなので、ここはじゃあですね、外に出て、誰か人を探しに出ましょうか。どこに行こうかな。まあ、おすすめの場所とかね、行ってくれればそこに全然行くんですけど。では、とりあえず他の地区に移動しましょうか。どこに誰がいるかっていうのが全く頭に入ってないので、青山目黒とかちょっとおしゃれな、ね、今で言うおしゃれなスポットですけど、当時はどうなんでしょう。確認しましょうか。まずは建物を見ます。何があるかですね。お、いきなり、居酒屋さんがありそうですね。あと青山委員。あとは熊野権現。こういうところですかね。儒学の学問所がありますね。偉人屋敷。ちょっと興味あるな、偉人屋敷は。あとは、これは。あまり深く触れない方がいいですかね。そしたらですね、せっかくなんで、黒人屋敷行ってみましょう。ごめんなさい、偉人屋敷。黒人屋敷とか今ね、簡単に言うと、ちょっとね、まずい状況ですからね。偉人屋敷です。ちょっと今おしゃべりしてて、確認できなかったけど、入れてくれなかったよね。もう一回、しつこく行ってみよう。偉人屋敷には。何も知らぬ人はお断り。じゃあ、しょうがないよな。人を探そう。誰がこの辺りにいるか、誰もいない。心当たりがないパターンね。あたりの人と話してもね、なんかいい情報が出てくるとは思えないんですけど、青山委員が一番いいですよっていう世間話ですね。黒船はとても大きい。この誰でも知ってるようなネタを聞いてもしょうがないので、じゃあ、偉人屋敷で相手にしてもらえないんだったら居酒屋さんでも行ってみますか？羅生門。へい、いらっしゃい。で、酒を飲む。清酒、ドブログ。いやー、これは清酒が高いよ。ドブログにしよう。むにゃむにゃ。これでさ、何か世間話が消えるのかな？もうお酒もね、だいぶ弱くなりましたね。お、酔っ払いにアイコンが変わってる。あんまりいいことじゃなさそうだな。昔はもうちょっと飲めたんですけどね。もう今は、10年前と比べると、全然飲めなくなっちゃいましたね。もうシンガポールのイパネマで、8時ぐらいから次の4時5時ぐらいまで飲んで、そのまま飛行機に乗って帰ってきたとかね、やってましたからね。ちょっと今はそれはできないかなっていうね、感じはしますが。日本橋にやってきました。日本橋はどうだろう。玄武館とかありますね。あとは小間物屋さん、商人。あとは桜の判定がありますね。あとお医者さん、商人と。こんなところが集まってます。本拠地に移動する前に、もう一個ぐらい寄ってみますか？では、外桜田にやっていきました。これはもう桜田門のある
ところですね。結構判定が多いですね、このあたりだと。まあ、有名なところで言うと、彦根藩、大老、井伊直弼。これがね、桜田門外で暗殺されましたけど、確かに彦根藩、というか、まあ、彦根藩邸と桜田門はね、まあ、目と鼻の先で、ここでもそれが、マップ上でも反映された形ですね。彦根藩邸にちょっと行ってみますか。他藩の方はご遠慮願います。まあ、違い方言ですからね、完全に判定内は。人を探す。ここもね、誰か会ってくれそうな人がいるかというと、誰も会ってくれなそうだからな。ちょっとまた場所を変えましょうか。あと行ってみたいところ、築地赤坂とかね、小石川、本所深川。まあ、ちょっと深川行ってみますか、じゃあ。まず人を探す。誰かいるか。佐久間昌山とかいますね。あとは伊藤孝志太郎。伊藤孝志太郎とかね、この時に、あ、留守ですね。会えないですね、残念。じゃあ、やっぱり孤高の人間。土方歳三なので、能力をちょっと上げていきましょうか。で、主人公情報ですね。確認しておきます。能力を上げていくにあたってね、どれくらい上げていくかというの、重要なファクターになってきますので。剣術ですが、今132。うん。これを少し上げておきます。で、学問ですが、兵学が7。うん、75。で、国学が7。洋学、語学が0。儒学が1か。これを念頭に少しじゃあ能力を上げていきます。はい。そしたらですね、ひたすらこもって学問をしてました。1ヶ月間ですね。能力を学問に振るために、ひたすら高島本質所に入り浸っていたんですけども、久しぶりに市営課に戻ってきたらですね、近藤勇さんから、起きたと日の出稽古に行ってもらいたいという依頼が来ましたので、これ、せっかくなんで出稽古行きましょう。全く市営館で稽古していなかったので、出稽古に出て恥をかくんじゃないかという気がしますが、ここは、ちょっとじゃあ、日野の佐藤道場とやらに行ってみたいと思います。日野なんで、どうなんだろう、八王子の方ですよね。なんで一度、他の区に移動っていうよりかは、日野なんてないもんね。で外に出なきゃダメですね、きっと。地区から出て、日野まで移動します。もう江戸ではない。と、まあ、八王子とか多摩地区の人には申し訳ないですけど、東京じゃないっていうのと同じですよね。江戸ではない。では、日野にやってきました。まあ、人を探してみましょうか、まずは。お、井上源三郎がいる。井上源三郎も、獅子ですよね。砂漠上位派。井上源三郎を見つけたので、面会に行きます。あ、井上源三郎は佐藤邸にいるんだな。佐藤邸というのはこれから行く多分道場、同じ佐藤ですよね。どうなんだろう。これで、道場に来たことと同じなのかな。ああ、やっぱりそうですね。ここで、出稽古に出るということですね。まあ、歳三の土方さんの武芸は全然上がってないですけどね。さあ、どうだ。どうなんだ。左歳三。まずは削り。取られた。一本取られたよ。まずい。おりゃ。剣道はわからん。やられた。いや、なんか気合を入れて、おりゃおりゃみたいな言ってましたけど、それのやり方がまずわからない。説明書に書いてたかな。これだとちょっと気が遠くなるな。沖田は強いというのはもちろんそうですけど、
もう一度これ説明書読んでおけばいいな。剣道の戦い方については。真剣での勝負は負けない。で、源三郎も江戸に行きたいという話ですね。これでじゃあ、井上源三郎が司令官の門弟になると。まあ、そういう流れでしょうか。では、これでもう、日野に用事はないので、帰りましょう。日野か。八王子はね、大学生の頃、町田に住んでて、八王子にレオンさんが住んでて、まあ、レオンさんって誰だっていうのは、昔からね、チャンネル見ていただいてる方は、ちょこちょこ登場したことがある人なんですけど、よくね、大学生の頃遊びに来ましたね。で、何事？つけられている。誰にだ？誰が来る？数学館の門人ども。なるほど。これオープニングでですね、スザッカンの連中と喧嘩しましたからね。ここは迎え撃つ。叩き切ってやろう。さっきはね、剣道で負けましたけど、ここは真剣での戦いなら負けない。真剣の土方。ちょっと見せましょう。さて、まずはどこに誰がいるかだ。ここに源三郎がいて、起きた土方。バワンと前に出ましょうか。なんかいきなり切り合ってるけど。門人さんにダメージを与えたでいいのかな。源三郎だな。とりあえず前のやつを切ろう。なに？源三郎らしきやつが死んだぞ。大丈夫なのか。沖田が一人切ったよね、門人さんを。で、一旦、土方も切りかかりましょう。源三郎がいきなり切られてるからね。よし。門人2を切った。土方さん全然、能力上げてないんで心配だったんですけど、もうここは沖田もいるし、なんとかなりそうですね。源三郎が死んだ疑惑がありますけど。気絶。沖田と土方それぞれご覧の経験値ですね。獲得してます。真剣での戦いには負けない。剣道は弱いけどね。っていうね。そういう土方像を新たに作っていきましょう。では、司令官に戻ります。お、喧嘩だな。今度は、喧嘩が多いな。お、佐野助だ。続々と後の新選組の幹部クラスが登場してきますね。ここは仲裁しましょう。土方はやっぱり冷静じゃないとね。誰じゃいって言われてますけど。ここで佐野助が司令官の門人になるのかどうかっていうのもありますけどね。まあ、ただ、確か、大河ドラマ新選組の佐野助って山本太郎でしたよね。なんかちょっと今、どうしたんだっていう方向に進んでいるように個人的には見受けられますけど。まあね、山本太郎さん、令和新選組の支援者の方がもしご覧になってたらね、不快な思いされてしまうので、あんまり、ゲーム実況の中では、ごまごましたことはありませんけど、なんかね、どうしてもなーっていうね、そんな印象はありますけど、そんな原田佐之助さん、これが、まず味方に、司令官の門弟になってくれると、まあ、そういうイベントなのかどうかわからないですが、見ていきます。結局戦闘になるんだな。
まあ、いきなり切りかかっておけばいいだろう。ここは。ぐさっと。斉藤はじめもいるな。斉藤さんはね、やっぱり僕の中では、ルロケンですね。ルロケン。ガトツ。で、佐野助。で、土方ですね。土方もあんまり動けないかな。これは誰がどんくらい動けるかとかっていうのを頭にある程度入れて操作した方が強敵と当たるときは良さそうですね。今はあまり何も考えずにガンガン進んじゃってますけど、人によって歩ける距離がちょっと違いますね、これ見てると。切って切りまくってますけど、起きたやっぱり強いね。ほぼ全員起きたが切った。起きた343だもんね。これ起きただけ上がっていくっていうのも微妙だよね。ちゃんとバランスよく、特に土方さんはね、活躍できるようにコントロールしていかないと、土方が全く成長しないまま進んでしまうということにもなりかねないので気をつけましょう。はい、ではね、市営館に戻ってきましたので、武芸修行を行っておきます。技術を武芸にも振っていきたいと思いますので、しばらく武芸の、稽古をねつけていきたいと思います。というところでですね、このまま時間をしばらく進めていきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。